ボンネビル・コーモントダムは、アメリカ合衆国オレゴン州、ワシントン州間のコロンビア側146.1マイル地点に、所在する、数機の河川流水型ダムから構成される施設である。オレゴン州ポートランドの 64km 東方、コロンビア側峡谷,谷の内部に位置する。ボンネビル・コーモントダムの主要機能は、水力発電及び河川航行である。建設、管理は、 アメリカ陸軍工兵司令部が行っている。ダムで発電された電力はボンネビル電力事業団により送電される。施設名はオレゴントレールの地図を作成したと伝えられる初期の探検家ベンジャミン・ボンネビル陸軍単位の名に由来する。1987年にはボンネビルダム歴史地区の名称のもとアメリカが州国国定歴史地区に指定された。コロンビア側に ダムが作られる前の1896年、カスケード公門群と運河が建設された。この施設の完成により、この河川を行く船は、ボンネビルの数マイル上流にある、カスケーズ急流を通ることができるようになった。ニューディール以前、コロンビア側では、洪水調節、水力発源、航行、灌漑などを整備することが重要であると考えられていた。 アメリカ陸軍工兵司令部は1929年に発表したその第308報告書においてコロンビア側にダムを10施設ほど建設するように提案したが実際にこの提案が具体化したのはフランクリン D ・ルーズベルト政権とニューディールの時代になってからだった当時アメリカは大恐慌の真っただ中にあったためダム建設事業は多くの雇用を創造し 太平洋岸北西部の経済に様々な恩恵をもたらした。安価な水力発電によって誕生した産業は多くあったが、中でもアルミニウム産業は注目を集めた。ニューディール時代に突入すると、公共工事局からの資金援助を受け、1934年には2つのさらに大規模なプロジェクト、すなわちグランドクーリーダム並びにボンネビルダムの建設が始動した。 三千人の労働者が8時間のシフトの下二24時間、途切れることなく、工事が行われた。ダム工事は50セントの時給が支払われた。その他、ダム貯水池に伸びる道路の建設も行われた。ボンネビルダムと肛門を作るにあたって、陸軍公平司令部はまず建設が計画されている。中で最大の規模を有するダムを建設し、放流設備を建設し、 そこに含まれる数々の区画をその後の建設の研究材料とした。まず関門が発電施設がブラッドフォード島の南側に建設され、北側には余水破きが建設された。川の半分をブロックして工事現場をきれいにするために仮締め切り包みも建設する必要があった。ボンネビルダム建設の一部となるこれらのプロジェクトは1937年に完成を見た。 古くからあったカスケード高門群と運河はダムの裏手に形成したボンネビル貯水池によって水の底に沈んだ。ボンネビルでの最初となる運河高門は1938年にオープンしたが、これは当時のシングルリフト高門としては世界最大の規模を誇った。ダムで水力発電が開始されたのは1937年だが、 商業用に送電が開始されたのは1938年になってからのことである。2期目となる発電施設の建設は1974年に始まり、1981年に完成を迎えた。この第二発電施設は河川のワシントン側を広げることによって建設され、この新しい発電所と元々あった予水破棄の間にはカスケーズ島が作られた。 これによって2基となったボンネビルの発電能力は今や100万キロワットを超えるものとなっている。1938年の完成当時は世界記録のサイズを誇ったボンネビル肛門であるが、その後コロンビア川やスネーク川の上流の様々な場所に肛門が建てられ、これらの川に7つある肛門うち最も小さいものとなった。結局、ボンネビルにも 新しい肛門の必要になってきたことから、オレゴン側に新しい肛門設備が建設され、1993年にオープンした。古い肛門は現存はしているものの、すでに廃門となっている。1987年、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。ボンネビルダムは、コロンビア側を遡上する白蝶ザメの道を遮断してしまった。白蝶ザメは、 今でもこの地域のダム下流一帯で産卵をしており、コロンビア川を下った地域では、豊かな個体数を保っている。数は激減したが、ごく一部の白ウザメは、上流にある、様々な貯水池で生息している。この魚類遡上問題を切り抜けるべく、ボンネビルダムは魚道を設置し、天然のケやニジマスがダムを通過して、産卵のために、上流へと遡上できるような仕組みを作った。 産卵期に大量の魚が上流へと向かう光景はダムへ訪れる観光客の楽しみの一つとなっている。カリフォルニアアシカもまたこの魚の大群に引き付けられ、産卵期になるとダムの包み式あたりでしばしば見られる。2006年までに頭数が増えたアシカなどがサーモンの個体数に影響を与えるようになり、陸軍公平司令部や環境活動家の頭を悩ますこととなった。 ジョージ・シンプソンらが記録しているように、歴史的にアシカをはじめとする企画類は、コロンビア側の川口から3 2 0キロメートルも、離れたザダルズやセリロダキまで移動して魚を取っていた。ボンネビルダムの設立当初、発電事業はセンシティブな問題を抱えていた。ボンネビルダムは、連邦政府の基金によって建設されていた。フランクリンディルーズベルト大統領は、発電した電力を、 公共のものであるべきと考え、エネルギーの独占防止に取り組んでいた。これに対し、電力の民間売買を衝動する人々は、ルーズベルトの取り組みを政府による不当な干渉であると考え、反対運動を起こした。1937年、ボンネビル計画法をルーズベルトが署名、ボンネビルダムで作られる電力に公共性が認められ、 ボンネビル電力事業団が設立するに至った。その後の28年間、ボンネビル電力事業団により、年間キロワットあたり17.5ベードルという価格が維持された。日本語の表記としては、ボンネビルダムが一番一般的であるが、他にもボナビルダム、ボネビルダム、ボニビルダムの表記がある。英語の発音的には、ネとニの間で、若干、長ガにも近い。 ありがとうございます。